沼津市出身の俳優磯村勇斗さんが富士の国観光大使に任命されました県庁で昨日、俳優の磯村勇斗さんが県の PR を担当する富士の国観光大使の衣嘱状を鈴木知事から受け取りました磯村さんは2021年に日本アカデミー賞の新人俳優賞などを受賞し今年の知事選では 啓発キャラクターを務めました海外に向けてもしっかり静岡を何かしらの形で PR できたらいいかいいなとは思ってます、ねはい、磯村さんは来月4日に沼津市で開催される静岡映画祭も PR します生まれ育った静岡に恩返ししたいという思いからこの映画祭を立ち上げ上映される魚の子にも出演します